ことだよ。じゃ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 ーん、マウリッシュ・デ・ソーザ。今回のすっごい人はブラジル人の漫画家マウリシオ・デ・ソーダさん。自身の娘をモデルにした作品モニカと仲間たちは50年以上連載され、テレビアニメは116カ国以上で放送されたすっごい漫画家さんだよ。どうして漫画家さんになろうと思ったの？私は子供の頃から漫画が好きでした。漫画を通して文字の読み書きを覚えました。そして自分も上手に絵を描けるようになることが夢になりました。そこから漫画のストーリーやキャラクターを自分で描きたいと思ったのです。子供の頃から絵を描くのが上手だったの？子供の頃は子供っぽい絵を描いていましたが、いろんな漫画を見て真似してすごく練習をしました。飽きずに絵を描き続けたことで上手に描けるようになっていったのです。モニカと仲間たちはどうして世界的にヒットしたの？キャラクターは私の子供たちがモデルになっています。実際に子供たちの遊びや喧嘩の様子を観察していく中で、たくさんのストーリーが生まれました。本当に存在する子供をモデルにしているので、話す口調や内容、キャラクターにも人間らしさが感じられるというのが幅広く受け入れられた要因だと思います。漫画を描くとき大切にしていることは何？伝えたいメッセージをしっかり絵に込めることが大切だと思います。それと作品のスタイルやキャラクター像を読者が触れた最初の印象から変えないように気をつけています。マウリシオさんのようなすっごい人になるにはどうしたらいいの？すごい人と言ってくれてありがとう。私は喜びや楽しさに満ちた前向きなメッセージを読者に届けたいという思いで漫画を描き続けています。仕事を続けるというのは私自身の心や脳も健康でいられるし幸せなことです。その幸せを読者の方々と分かち合っていきたいと思っています。